それでは、スカイエクスプローラー、SE2 赤道儀の組み立てについてご説明していきたいと思います。スカイエクスプローラー SE2 の箱を開けるとこれらの、部品が入っています。段ボール箱を2つに分けて梱包されてますので注意して取り出してください。一つ一つ重いものも中にはありますから、取り出す際に事故がないようにお気をつけて作業されてください。それでは内容物を確認していきたいと思います。まずこちら三脚です。次に SE2 赤道儀本体ですね。あとアクセサリートレー、あと 5.1 キロのバランスウェイトが2個、あと、ハンドコントローラーとハンドコントローラーのホルダーです。そして、ハンドコントローラーとスカイエクスプローラー赤道儀本体を結ぶためのケーブル、そして SE2 の電源となります AC アダプターと、自動車のシガーライターからつなぐためのソケット、この2つの電源が入っています。あとハンドコントローラーとパソコンを結ぶための RS232 ケーブル、これはソフトウェアのバージョンアップのために使用いたします。そして、六角レンチとスパナ、これらのものが2つの箱に収まっていますので、それぞれ出して、ないものがないかどうか確認していただければと思います。それでは具体的に三脚のセッティングから、設置の作業を始めていきます。まず天体望遠鏡を立てるときには床の面がしっかりした場所、今はたまたまこの部屋の中でやってますが、実際は外になると思いますが、岩場であるとか下がしっかりした場所で設置するようにしてください。不安定な場所での設置は事故のもとになります。そして、下が必ずしもフラット平らな場所とは限らないので、三脚を立てるときに三脚の足の長さで水平になるように調整していきます。まず、この三脚ですけども、足の一本に N のマークのシールが貼ってあります。この N を北の方向に向けます。北の方向が分かるように、別売りのコンパス等を使用されて北の向きを測られるといいと思います。仮に、今回は北の向きが南山の方に行くように立てていきますが、三脚を広げるときは目いっぱいここの足の開き止まりが開き止まるところまで大きく広げます。今伸ばさずに立てましたが、実はこの三脚、脚の伸縮が可能です。必要に応じて高さ調節をしてください。下がフラットな場合は足3本を閉じた状態で長さ合わせをすると非常にやりやすいですね。設置した後に足が縮むことがないようにしっかり締め付けるのを確認してください。広げるときもしっかり広げます。三脚をしっかり広げたところで、赤道儀を取り付けていきます。三脚の上側に、赤道儀に取り付けるための突起部分があります。この位置と赤道儀の下側にある凹み部分、これを確認してこの位置とこの位置が合うように取り付けていきます。取り付ける際はこの凹み部分の左右につまみがありますから、このつまみを緩めてここに、出っ張り部分が入りますので広げておいて取り付けるようにしていきます。そして、下側からこの赤道儀取り付けのシャフトをねじ込んでしっかり固定していきます。取り付けが終わるまで、片手赤道儀に添えて落下しないように気をつけながら作業していってください。これで取り付けが完了いたしました。こちらの赤道儀の上角を合わせます。メモリがあります。そこ観測場所の緯度に合わせてこの数字の位置を合わせます。
東京の場合は大体、35度程度なので35度程度になるように、2つのつまみを緩める方向と締める方向同じ方向に回して調整していきます。こうして、35度で調整が終わりました。三脚と赤道儀をこの取り付けシャフトでしっかり締め付けた後で、この赤道儀両サイドのつまみをしっかり回していって、赤道儀と三脚が動かないように固定していきます。その次に取り付けるのがこのアクセサリートレーです。赤道儀の取り付けシャフトの下側に、つまみがありますから、このつまみをまず外します。つまみを外すときにワッシャーがありますから、ワッシャーを落とさないように気をつけてください。そしてこのアクセサリートレーを取り付けていきますが、表裏がありますので向きに気をつけて取り付けていきます。この出っ張り側の方が下側に向きます。そして先ほどのつまみをねじって戻していきます。ひとまずこのつまみを手でしっかり締めてから、今度は足をもう一遍しっかり広げてこのつまみを増し締めしていきます。こうして取り付けることで三脚の足3本がガタつきなく固定することができます。それではスカイエクスプローラー SE2 赤道儀にバランスウェイトを取り付けていきます。まずこの手元にある赤系クランプを緩め、赤道儀が上下回転できるようにして、バランスウェイトの取り付け軸が下側に来るようにセットします。クランプしっかり締めてくださいね。その次にこちらのクランプを緩めると、バランスウェイトを取り付けるためのウェイトシャフトが出てきます。そしてこのウェイトシャフトの取り付け棒の下に、ウェイトの抜け止めがありますから、回転させてウエイトの抜け止めを外します。なくさないように注意してください。その次に、バランスウエイトを取り付けますが、バランスウエイトは表裏があります。穴が小さい方が上側、穴が大きい方が下側に来るように取り付けます。またバランスウエイト取り付けるときは、このネジを緩めて穴からこのネジ山が見えない位置までネジを下げてください。この状態でバランスウェイトをウェイトシャフトに通して固定します。この時に誤って足の上にウェイトを落とすと怪我のもとになりますから、落とさないように注意して作業してください。そしてこの抜け止めを忘れずに取り付けるようにしましょう。抜け止めがあればバランスウェイト調整中に